ようこそいらっしゃいました。当旅館のおかみ矢沢ニコでございます。驚いたみたいね。本当におかみじゃないのかって？違うわよ。今日はこの温泉街のイベントに出演するの。ほら、服もステージ衣装でしょ。この旅館にあんたが向かっているのがイベント会場から見えたから、ちょっと驚かせてあげようと思ったのよ。それにしても私に黙って一人のんびり温泉入りに来たわけ？生意気ね。決めた。あんた今日のイベントが終わるまで帰っちゃダメよ。なんでかって？そんなの決まってるでしょ。あんたにはこの旅館でイベントで疲れたニコニーをたっぷりおもてなししてもらうからよ。